市東礼です。今日はですね10月3日ですね。今日ねこれから行くのは、ステラ・マッカートニーに行って、その後堺に行きます。あとその後トム・ブラウンに行って、ランバンに行って6ですね。ここの屋外でステラ・マッカートニーがショーをやるということなんで、早速行ってみたいなと思います。舞子さんにやっと会えた。やっと会えたね。どこにいたの、ね、どこにいたのどこにいたの、待ってたのにって。これから会うたびにちょっと感想を聞かせてもらいます。じゃあに会場だけ入ってきました。会場こんな感じ、なんかちょっとカラフルな床になっていて華やかな印象でございます。会場の外で一般の人もこう見られるようになってます。でプレスの方がおっしゃるには、すごいオープンなショーにしたかったから、あえてみんなが見られる場所にしたって言ってました。あ、ステラのお父さんがいた。始まりました。次は堺の会場です。インバリドの方です。ちょっとステラが遅れたので、みんなちょっと急いでる感じですかね。寒い。ステラどうでした、ジンボさん。すごいカラフルでちょっとエレガンスでしたよね、いつも、ね、思った。ドレスっぽいのが多かったですね。ねえ、確かに他のブランドさんでカラフルそこまで見なかったから、すごい新鮮だった。新鮮な感じがして、会場はこんな感じです。座ってる人のキューブがあるんですよ。それぞれ全然違う色で、カラフルな色で埋め尽くされてます。モノトーンから始まりましたね。タキシードの偏見みたいな。タキシードなんだけど、裾とか袖とかがボワって広がってるのが面白いですね。これだけなくなったような形の MA1、 面白いですね。 MA1 シリーズが続きますね。散らすように見えてきますね。パリの地下鉄って結構ゆるゆるで規制ができちゃうんですけども、たまにこういう見回りみたいのがあって、チケット見せろとか定期券見せろって言われることがあって、今結構みんな引っかかってますね。次の会場はオペラですね。トム・ブラウンになります。トムに来てる人はやっぱりチームトム・ブラウンみたいな感じで、トムっぽい感じの人が多いかなと思います。
今日は何を着てますか？ブラウンです。トムを見るために？本当遊びで来たんですけど、うんうん、写真ショーやってたんで、うんうん、なるほど。じゃあトム楽しんでください。じゃあねー。はい、予約の中入りました。上から見るとこんな感じ、こう超ジャームな感じ。初トムブラウン、初です。楽しんでください。じゃあねー。はい、オペラ座に来ました。見せたい、これ。わー、ありがとうございました。 F の F10、 これだ。始まりました。下みたいなところも入っているのかなと思います。腰盤のあたりとか。いいね、この歌舞伎方。すっげー、これもなかなか、うん、車？やーん、かわいい。すごい斬新でしたし、うん、あとオペラにも行ってみたかったので、うん、なんか少し観光と一緒にという感じで、すごい楽しかったです。ようやくちょっと一息つけたので今日初休憩。はい、ランバン着きました。光のミュージアムらしいですよ。そろそろ始まりそうです。赤と黒の空間になっております。え、じゃあトム行った？トムブラウン行きました。あ、話聞いてもいいですか？最初なんかこう、サッカーのユニフォームとマントを掛け合わせたような洋服が出てきて、で次に出てきた時にはそれを入れてるみたいな中のスーツが出てきて、面白かったのはなんかドット柄がいろんな、ね、大きさで出てきて、確かに確かに視覚効果があったなっていうのと、まあ、いつものことだけいろんな時代の異なるユニフォームと、まあ、スーツっていう本来堅苦しいものを、軽やかに楽しくポップに見せてたのが面白かったですね。ありがとうございます。
トランバのショーが今終わりました、なんかやっぱ透け感があるものだったりがすごくて軽やかなショーかなと思いました。慣れの時の圧巻のこの色の香水みたいな感じがすごい良かったなと思いました。さあ、そして今日はですね、最後ですね、6のショーですね、シャトルの公式のバスでみんなで向かっております。公式なバスに乗ったらめちゃめちゃ時間かかっちゃって、もうほとんど始まりそう。知ってる。次どんなの買うか楽しみだなって。ちょっと切り返してみたいな。ジャケット買いたい。じゃあねー。ヘイノリコさん。ヘイ。6どうでした？なんかすっきりしたよね。すっきりした。ね、前回可愛かったからさ。ね、そうすごい。アクっぽさはちょっと抜けたのかも。なんかこう洗練というか大人になった感。ねうん、この2年半の間に。ほお。かなって思います。なるほど。ありがとうございます。なんかベルトのなんかディティールとか、うんうん、結構そのベージュっぽいなんかちょっとチノパン調のなんか素材とかをなんかすごい綺麗なドレスとかにアレンジしてたりとかして、なんかロックっぽさありつつ、うんうん、なんかちょっと今っぽいなんかトレンドだからローウエストとかなんかちょっとカットアウトみたいな肌見せみたいなとかもすごい可愛かったです。なんか似合いそう。あ、好きだった。思った。一応スタイルだった。嬉しい。ありがとうございます。じゃあねー。さあ、明日最終日です。明日に備えて。ベストの体勢整えたいと思います。パリコレ最終日10月4日ですね。今日最初に行くのはここですね。ダーン、シャネルに行って、その後ミュウミュウ行って、ルイ・ヴィトンに行って、最後はエルメスの小物の展示会ですね。大きいメガブランドドンドンドンだからちょっと腕が鳴りますね。はい、無事シャネルの会場中入れました。なんか今こんな感じになってます。ここからセレブの人たちが車でブーって入って、それを見るお客さんたちがめちゃめちゃ並んでる。分かりますよ、この大成功が。無事たどり着きました。この白い壁の輪から何かと思った映像が流れてきました。あ、すごい。
のショーの後ですが、いかがでしたでしょうか。はい、あの背景が去年マリエンバードでっていう、シャネルが実際にオートクチュールの作品で撮った映画がベースになっているということで、ステージのずっと最初から最後まで、この映画をずっとモノクロで映像を流してたんですけれども、やっぱりそこからインスピレーションしたということでも、それがすごくモダンに、すごい白黒の、あの素敵なドレスとリアルなクローズ、もう全部出てきたということでは、さらに今のモダンなシャネルの人たちが着れるお洋服になってますね。はい、栗山さん、シャネルの後ですけれども、はい、どうでしたでしょうか。白と、フェザーと、あとキラキラが気になりました。確かにキラキラ似合いそう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあねー。はい、今なんとなく写真撮り終わったかなみたいな感じなんですが、すごい感じたのがインフルエンサーマーケットが変わったってことですね。このインフルエンサーマーケットのすごい変化って、多分これから日本でもやってくるんじゃないかなと思うし、遅かれ早かれの話になるんじゃないかなと思うので、多分これは私のフレンドセミナーでゆっくり話したいなと思ってます。これは今回パリで見つけためちゃめちゃいい収穫だったんじゃないでしょうか。やっとラストデーでこうよしっていう時代の流れつかめましたね。はい、今ミュウミュウに来ました。もうめっちゃ人、 うわ私なんか思うんだけど、ミュウミュウを見ると、あの今のトレンドとか次のトレンドとかってすごい分かりやすいなっていう、トレンドになるエッセンスみたいのがすごい詰まってるなっていうのを感じます。さ、そして今回はどんな感じになるんでしょうか。会場はこんな感じになってます。宇宙みたいな空間になってる。キラキラしてて可愛い。結構蛍光の靴を多用してるみたいで可愛い。下着を結構出してる気がするので、やっぱここでも透け感かなと思います。透ける素材から下着が見えてるみたいなルックが象徴的だなというか、押してるのかなって気はします。この裏見てほしい。ブラの上にブラなんですね。はい、マミさん、今回のミミュのショーですが、いかがでしたでしょうか。フェティッシュな要素もまたアップグレードされて、ちょっとぴったりなシルエットだったりとか、ちょっと今回はアウトドアっぽいイメージも入っていたりとかして、ちょっとスポーティーで、いやでもなんかこの間のスクールと全然変わったね。スクールがあるとちょっと変わって、まあジャケットスタイルとかもあるんですけど、なんかもうちょっと軽さがあるというか、クラシックでありながらスポーティーとか、ちょっとアウトドアな感じとか、なんか新鮮で可愛いな。すごいたくさん見てるね。ありがとうございます。最高のショーです。眩しい。ルイ・ヴィトンのショーです。ここは撮ることに専念します。これは初日にピンクだったマダムじゃないでしょうか。会場前でちょっとだらけてますね。はい、オリジナルかな、どうなんだろう、作ったのかな。後ろを見てほしい。オリジナルの絵が描いてあるんですね。なんか鏡みたいな人がいる。彼の周りの床が可愛いんですけど、キラキラしてるの分かりますかね。そしてまさかの覆面でした。ハロー、ラブリーはい、でルイ・ヴィトン終わったので、これからはですね、エルメスの、小物の展示会に行ってみたいと思います。おー、また全然違う。今回のショーもあったんですけど、ベージュとかオレンジベージュのものが多いですね。あ、これ
今私絶対欲しいやつ、ほら見てもらっていいですか。私あの初アップルウォッチ、このパリコレからつけてるんですけども、これめちゃめちゃ使いやすいということをあの初めて知りました。そしてなのでベルト超絶気になる。よく見るとですね、このチェーンダンクルの柄がついてますね。素晴らしい。あ、これ虫眼鏡になってるんですね。ほらよく見てねっていう、そのじゃあディテールにこだわってくださいっていうシーズンなのかも。至る所に虫眼鏡がついております。これは可愛いな。レザーなんだけど、その麦わら帽子みたいな素材にもなって、ちょっと軽やかですね。シェーンダンクルシリーズのピアスっていうのもありですね。もはや私ご褒美モードに入ってませんか。何買うかモード、色一緒もいいですね。これやっぱエルメスオレンジとかそういうことなんでしょうかね。スカーフもこういう風にお洋服としても使えるからね。ちょっと私これ欲しいな。こういう感じの麦わら帽子だったら欲しいな。あ、ちょっと待ってくださいよ。もこもこ、もこもこ味もございますよ。あ、ちょっと待った。これもいいな。ちょっと見て、何回もすみません。シェーンダンクルが好きすぎて、このモチーフになるとちょっと私すぐフォーカスしてしまうんですけども、好きなんでしょうね。ザクッとこういうバッグとかもしたいです。なんかもうちょっと待って、好き。もう好きしか言ってない。まだエルメス近くあったから、ちょっと帰り寄ってみようかな、私。指輪で言えばこういうのもいいな。こう金の上にレザーで縁取りみたいのしてあって、よく見るとエルメスの H なんですね。おー、素晴らしい。似顔絵を描いてくれてるようです。素敵。なんかね、ご好意であの絵を描いてもらえることになりました。今描いてもらってます。どうなるでしょう、ドキドキ。わーおー、 Thank you。 似てますでしょうか。目とかすごい似てる感じは自分でもします。はい、今ですねパリラストデーですね。もうねさっきまでパッキン終えて写真も全部入れて、もうやることやったっていう時なんですけど、あのちょっと夜も遅くなったんですけども、パリで一番やりたいなって思ってたことがやれてなかったので、ちょっとだけなんですけどやりに来ました。何をしたかったというと、パリでゆっくりカフェでワインと本読みたいなと思ってて、なんかそういうゆっくりした時間が過ごせたらいいなと思いながら、5つバタバタしてできなかったから、ようやく、できるタイミングになったのは今なんで、ちょっとあー、嬉しい。こんな、もうね、今日これできただけでメイクマイデーなんですけど、最後にゆっくりしたいなと思います。今はですね、ちょうどシャルドゴーの空港にいます。今回はですね、自分の中でも本当に指折りのストイックにやりきったショーだなーっていうのは感じてます。で、すごく気になってて、まあ、状況が本当パラダイムシフトしたなっていうところもあったんで、撮れ高的に写真のね、すごく心配だったんですけど、さっき調べてみたら、9127枚ですね。なので割と撮れ高的にはそんなに前回と変わってないんじゃないかなと思います。で、本当に今回のパリコレはコロナの後に一番変わった状況がここだったんだなっていうのを少しつかめたから良かったなっていうのと、私的な感想なんですけども、トレンドの生まれ方って変わってんじゃないかなって思ったの。なんかね、そこら辺もちょっとまた改めて皆さんに伝えられたらなと思います。また今回のパリコレコメントなどなど、ぜひぜひ書き込んどいてもらえたら嬉しいです。ちょっと忙しくて皆さんのコメントになかなかお返事する暇がなくて心苦しいんですけども、すべて拝見させてもらってて、自分の頑張る力の糧にさせてもらってます。本当にありがとうございます。とりあえず、フライトです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。